ヤンマネ、2月を大切に過ごすって何？こんなろくでもないメンバー集めてどうするつもり？節分は終わっちゃったけど鬼ごっこでもやる？それとも鬼の本でも読んでみる？次回のちびまる子ちゃんはまる子と鬼の子結成2月を無駄にしない会の2本だよ。お楽しみにね。